ではどうすればいいのか。日本型経営システムの講座で提案したのはホロン。ホロンっていうのは。全体詞、部分は全体であり、全体は部分であるという、まあ、ケストラなんかの考えであるわけです。で、まあ、私自身はこのホロンというものを、まあ、実現できる、仕組みといったもの、日本型、先ほど言いましたように、まあ、日本型経営システムというのは現場の情報を共有して協調を作るという仕組みなわけですが、グローバル化といった外部環境をその現場で吸収できるというふうな仕組みというのが求められるのではないかということです。まあ、それに近い形で、私が社会監査役してます京セラの例などを挙げられます。アメーバ系ですが、経典愛人をですね、基本にして京セラフィロソフィーというのを作って、それを国内の従業者だけでなく海外の従業者まで翻訳してですね、それを徹底しよう。で、小集団作って、リーダーは現場の全員の知恵と力で目標を実現していこうという仕組みなわけです。こういったのが現実に機能できる、ホロという考え方が、一つ、私の提案であったわけです。多くの企業はそれなりに歴史があって、企業理念、企業文化というのがあって、それが発展の基礎になっていくわけですが、グローバル化に対応したシステムである必要があるわけです。また、経済全体を見ると、これは一つの生命体、どっかで死んでいくものがあれば、どっかで生まれていく、これ全体として整合的に安定化するというのが大事なことであるわけです。ですから、ベンチャー企業というのが非常に重要な役割を果たします。京都市でもベンチャーを起こそうと、堀場正夫氏が中心になってベンチャー目利き委員会というのをやってますが、やっておられますが、ベンチャーというのも日本経済の復興には重要な役割を果たすわけです。日本経済、まだまだ多くの課題があるわけです。で、政府の改革というのも喫緊の課題です。中でも財政問題、これは重要で、重税国家にしないということにするためには、財政支出の改革というのをしていかなきゃいけないわけですが、福祉社会を選択してしまうと、重い税金というのも避けられないわけです。現在、借金して続けて1000兆円、ちょっと返しようがないというか、そういう状況にあるわけで、財政破綻
ていうのは、ギリシャだけではなくて多くの悲劇があるわけです。政府というのは経済を悪くするのは簡単にできるんですけど、良くするのはなかなか難しい。財政破綻、ぜひ回避していただかなければなりません。最後に、経済学にはいろんな方法がありますが、その経済学が現実の経済を良くしていくのに役立つ、そういうことで発展していってほしいなと、願ってやめません。時間になりましたので、そろそろ終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。